先発ピッチャーはある程度自分の持ち味というか出せるとは思いますけどもね。今年優勝したからはい終わりじゃなくて、来年もまた連覇できる、そういうようなねチーム作りをしていかなきゃいけないんで。はい、中西京輝の虎ならチャンネルということでね、 CS に向けてっていうところで、まあ対戦相手は決まってこないんでね、なかなかこうタイガースとしては対策云々っていうとかまだまだだと思うんだけどね。まあそういう意味でいろんな意味でこう中野の最多安打であったりとかね、 OM の出塁率であったりとか、才木の二桁とか、こういろんな個人的なね、もう優勝はもう決まってるんで、あとはもう個人的な要素っていうところで、個人のタイトル狙いっていうかな、そういうところに本当に走っていってくれればというふうに思いますけどもね。だからまあゲームを振り返ってどうのこうのっていう、ゲームの内容がね、CS に向けての調整、コンディション作りっていうところで、まあ選手も休ませながらっていうところだと思うんでね、ポイントになる試合であったりとか、こう、これから CS に向けてのこの戦い方、ここはどうなんだろうっていうところを、その辺をちょっとコメントというかね、拾っていきたいと思うんですけどもね。ということで、今日は9月20日から24日までの雨で1日中止になったので、合計4試合ですね、の中でちょっと気になったところを中西さんにお伺いしていけたらなと思います。はい。で、まあ、この4試合、最終的には2勝1分け1負けという形だったんですけど、先発が伊藤、青柳、大竹、才木選手だったんですけど、この4投手はいかがでしたか？まあまあね、ピッチャーっていうところは非常に内容のいいっていうか、もうシーズン変わらずいい形というかね、まあ伊藤なんかは後半ちょっと捕まったけどもね、ちょっとこう、まあ本来ならもうちょっとこうイニング短くめのところで継投っていうところなんだけど、ちょっとまあ引っ張ったってことも、まあ、7回にねやられましたけど、まあそれまでの内容としては問題なかったですね。まあ青柳を一振りでやられたっていうところだったんで、まあピッチャーとしては先発ピッチャーはある程度自分の持ち味というか出せるとは思いますけどもね。そんなもうあの問題になるような格、ちょっとこれ不安だなとかいうところは要素はないんですけどもね。青柳投手に関しては、まあ結果的には5失点っていう形ではあったと思うんですけど、CS とかに向けてこの辺はどう思いますか？まあ失点的にはね5失点だけど、ただ内容としてこう8勝のうちに5勝が DeNA っていうところで、この辺がポイントになってくると思いますね。やっぱ DeNA が上がってきた時に青柳をどう使うかっていうところで、まあ、広島戦だとそうは早いというか、まあ、18日19日っていう早い日数での登板はないと思うんで、問題はやっぱ DeNA のこの8勝してるうちの5勝 DeNA がしてるっていうところをどう判断するかでしょうね。まあ最終戦もう一度青柳 DeNA で投げて、まあ DeNA の最後のスピードかな、投げてそこで多分判断するとは思いますけども、やっぱり相性の良さっていうところはやっぱりこう買っていくのか、それとも状態の良さっていうところで、村上、大竹、伊藤っていうところがやっぱり先に行くのかっていうところが、最後のこう DeNA との登板のところは青柳が行くみたいなんで、そこでのチェックっていうところになるんじゃないかなと思いますね。まあ、DeNA だと間違いなく行くとは思いますよ、青柳はね。ただし、まあ、4戦以降だろうね。2戦、3戦に来るとは思わないけどね。その、まあ、1、1、2、3のところではやっぱ来ないとは思うんだよね、青柳はね。まあ、いくら相性がいいとはいえね。先発の方に関してはそうなんですけど、中継ぎの方でも CS に向けてっていうところもあるかなと思うんですけど、及川投手だったりとか、岡留投手だったり、馬場投手だったりとかが、まあ、ちょいちょい投げてるっていうところはあると思うんですけど、この辺は見てて、いかがですか？やはりこう予備登録で、ね、置いとかなきゃいけないメンバーがいると思うんで、まあ、その辺のチェックというか、そういう意味でこう、まあ、ブルペンに入って登録されてる選手が万が一の故障であったりとか怪我であったりとかっていうところで、左には及川、右で岡留っていうところのこの選手たちが補えるかどうかっていうところのこうチェックだとは思いますけどもね。やっぱ マックスでやっぱベンチ、ね、だけでやっぱり短期間でもこう戦えると、万が一の本当にこう故障っていうところに備えての起用であったり、力の見極め、状況どの辺のどういうところの状況で使えるかっていう見極めで使ってるとは思いますけどもね。まあ当然岩貞がこうコンディションよく上がってくれば岩貞が入ってくると思いますけども、この岩貞がやっぱりね、ちょっと背中とか肩の張り、背中の張りみたいなところもあるんで、まあ、その辺も踏まえてでしょうね。優勝が決まった後から古川投手が結構投げる機会多くなっているかなと思うんですけど、あの辺はどう思いますか？まあそこも同じだと思いますよ。やっぱりその CS に向けてのこう短期のところで使えるのかっていうところと、まあ来季を見極めてのこう起用っていうところもあると思うし、
途中でやっぱり入ってきたね、オールスター明けかもうギリギリの7月のところで入ってきてる選手なんで、やっぱこうそうゲーム数投げてないんでね、まあ、そういう意味ではこう決まってから結構投げてっていうところで、やっぱり CS 短期決戦そして来季っていうところでのまあ見極めっていうところじゃないですか。ね、残すとしたらじゃあ来季先発でいくのか中継ぎでいくのかっていうところはまたこの来年の春のキャンプからっていうところになってくると思うんですね。昨日の試合で才木投手がこう10回まで投げ切ったっていうところがあった、まあ、最終的に無失点という形で、まあ、勝ちはつかなかったんですけど、かなりこう長い間投げたっていうところあると思うんですけど、この辺は見ててどう思います？やっぱ8勝してるピッチャーなんで、ここで一つ昨日、ね、9勝目取ってれば次また最終戦でもいけれるわけですし、となると2桁の10勝っていうのは見えてたと思うんで、まあ、昨日勝たなかったんで、まあ、ちょっとこの2桁10勝は厳しいかなというところですよね。次勝っても9つ止まりになるんで、まあ、そういう意味でこう136球か10回まで投げらせたっていうところで、まあ、かなり打線に、岡森だったみたいですけどね、岡田監督がね、ここっていうところでチャンスが全然なかったわけではないんでね、ここっていうところでのやっぱり1本っていうところで、ただもうその何とかこう才木に勝たせてあげよう、才木をなんとか10勝させてあげようっていうような、そういう感じのバッターボックスの姿勢に見えなかったっていうところで、ちょっとこう爆電とバッターボックスに入ってるっていうように、見えたっていうところでこう怒ってたっていうかね、かなり怒りをあらわにはしてましたけど、まあ、打線に対してね。そこで言うと、まあ、代打とかっていうところがあんまり多くはなかったのかな、この試合に関しては勝ちに行くための代打みたいなところあんまり多くなかったのかなと思ったんですけど、うん、あの辺はどういうような印象ですか？そうですね、まああまりこう動いてはなかったっていう試合でしたけどもね、やっぱりこう打席数っていうところでかなりのバッターで、まあ、木浪なんかちょっとね危ないボール、フットボール受けてすぐ交代させたりとかね、やっぱりそういうコンディションのこうやっぱりところで気使ったりとかもあると思うんでね、まあ、そういう意味からしたら代打も使ってながら少しずつこう休ませながらとかいうのもあると思うんだけどもね、ちょっと動きがなかったよねこの試合についてはね。特に昨日で言うと坂本選手がチャンスで回ってくることが多くて、結局代打を出さずにっていう形で、まあ、結局トータルで4試合見ても、基本的には坂本選手が先発でっていう形だったと思うんですけど、この辺はこうやっぱり坂本選手以外にこう信頼が置けないからなのか、他のキャッチャーを試してもいいのかなと思ったりもしたんですけど、その辺はどう思いますか？ファームの方でずっとやってるピッチャーっていうところを受けてた選手だったらね、やっぱりこう境田だって長崎だったりっていうのが受けてもいいと思うんだけども、やっぱり、一軍の選手でね、ある程度こうやっぱシーズンずっと投げてるピッチャーのところでやっぱりリズム変えられたりとか、そこで調子崩したりとか、こうピッチャーの方に影響くるんで、それを避けてるなっていう感じはしますよね。まあ若手でじゃあ今日のゲームやってこいっていう感じでファームの選手で、例えばモーメツみたいにこう使うんだろうと、当然若手のキャッチャーも若手使ったりとかしてやると思うんです。やっぱり自分のピッチャーシーズン投げてるこうピッチャー CS にも投げるピッチャーっていうところで、そこでこうそのピッチャーがやられたりするときにちょっと印象悪いし、そのピッチャーの状態も悪くなってくるっていう、そういう危険性はあるんでね、そういう配慮はあったと思うんですよ。キャッチャーを変えたことによってリズムが崩れたっていう、そう言い訳をさせないというか、それでこうピッチャーの、ね、調子が落ちてくるっていうこともやっぱりあるんで、やっぱそういう意味でやっぱりこう変えなかったっていう、チャンスだから勝ちにこだわってライダーとかよりも今後のその CS を見据えてピッチャーをことを考えてっていうところだと思うんですけどもね。それとやっぱり CS の短期決戦でこれ、境田とか長坂とか使うことある？確かに、あんまり坂本によっぽどがないと使うことないと思うんだよね。そこを見せてというか、まだピッチャーがおってるこう一軍のメンバー投げてるんで、そういうところでやっぱりね使いづらいよね。まあファームから投げてるピッチャーをね本当に上げて使うっていう時やったらいけると思う。打線の方に関してで言うと、優勝が決まってからこうノイジー選手の状態がこうかなり良くなってくるというきたというか、あの辺は見ててどう思います？何なんだろうね。もうちょっと早う打っとけよとかいう気持ちがおると思うけどね。まあでも状態が悪くなるよりもやっぱりね、上がってくていい形になってくるっていうことは非常に大きなプラスになるんで、特に6番というポジションなんで、やっぱりこうある程度こうねビッグイニング作れるっていうところでノイジーの状態っていうのは大事なところだと思うんでね。やっぱり 1,2 番の出塁率がいいところで、しかも4番も出塁率がいいっていうところでこうね、クリーンアップでまあ返して、またそこで、出塁した大山を返してっていう、そういう作業になってくると思うんでね。そうなるとやっぱこう本当に大きなイニング、ビッグイニングを作れる、そういう打順だと思うんで、やっぱりその状態上がってくるってことはいいことだと思うんですよ。
まあ、モレスタの状態がね、悪くてこうちょっとゲーム外したりとかもありましたけども、やっぱり CS 岡田監督は下手にこうなんていうかな、普段と違ったそういう感じのオーダーでは組まないと思うんで、やっぱり森下の状態をしっかり上げて、3番森下、4番大山、5番佐藤、6番ノイジーっていうね、しっかりとこう固定してやっぱりスタートしていくと思うんで、まあそういう意味ではこうノイジーの働き状態が上がってきたってことは言うだと思いますけどもね。野手陣の方でも大きく変更というか、来年度に向けての調整みたいなことっていうのはあんまりなかったのかなっていう感じはするんですけど、まあなかったというか、基本的に若いチームなんで、これやっぱり、はい、まあ、37、8ぐらいのこうベテランがね、例えば糸井がおったりとか鳥谷がおったりとかいうところで、数年前のね、やったらこうそこを変えて若手にっていうところがあると思うんですけど、まだまだこう休んでどうのこうのっていうか、そういう年齢じゃないんで、まだまだ言うてもチームを引っ張っていかなきゃいけない、もっともっと自分自身が上手くなっていかなきゃいけないっていうところなんで、うん、そういう意味ではやっぱゲームをどんどん最後まで出してるっていうところですよね、うん、これはやっぱり40って糸井であったりとか福留であったりがずっとレギュラー張ってたらもうここで休むけども、もうこれからまだまだ伸びしろ、今年優勝したからはい終わりじゃなくて、来年もまた連覇できる、そういうようなねチーム作りをしていかなきゃいけないんで、そういう意味でまだまだこういろんな意味で経験打席数っていうところはあると思うんで、だからそういう意味で休ませてないと思いますよ。で記録もあるし、個人的な、であとやっぱり143試合しっかりとフルに出て、それで初めてこうプロの体力がつくっていうところのそういう考えがあると思うんでね、そういう中でこう中野のやっぱりこうフルイニング、セカンドでフルイニング出てるっていうのはすごいですよね、やっぱりね、ここもやっぱフルイニングフルで143試合マットしてするとなると、こうタイガースからすると本当にこう今監督の岡田監督以来ですからね、歴代でも2人しかいないでしょ、フルイニングでセカンドでフルイニング出たっていう選手は鎌田実さんと岡田さんぐらいなんで、でいてこの数字ね、最多安打っていうところでもうこれは立派だと思うんですけどね、中野ね、だからあとは最後まで本当にフルイニングを続けてほしいと思いますけどもね、最多安打の記録もちょっと楽しみですね。そうですね、はい、そうですね、残り試合数も少なくなってきている中ではあるとは思うんですけど、ちょっと引き続き、まあ、CS まで期間が空いてるってところもあって、まあ、シーズンも普段通り戦うっていう形にはなりそうですかね。そうですね、だから先ほど言うやっぱりチームが若いっていうので、やっぱり休んでどうのこうのっていう選手ではないっていう、ね、年齢的にそういう選手ではないっていうチームなんでね、ということでね、まあなかなか CS までね、調整っていうのも非常に難しいと思うし、まあそういう中でしっかりとまあただ143試合終わって、そこから第一ステージの CS、まあ相手が決まってからっていうところで、そこまではなかなかこう緊張というか気持ちの張り方だったりとか難しいと思いますけども、選手もね、まあそこをこううまくこう調整しながらやっていってほしいと思います、最後は。一番はやっぱ怪我、本当に故障っていうのが一番怖いんでね、そこを気をつけてやっていってほしいと思います。また皆さんコメント欄の方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。